ヘビメタルフェスティバルの一覧は主要なヘビメタルフェスティバルの一覧である。ヘビメタルは1960年代後半から1970年代前半にかけてアメリカ合衆国やイギリスで広く流星したロックの一ジャンル。ブルースロックやサイケデリックロックをルーツとしたレッド・ツェッペリンやブラック・サバス、ディープ・パープルなどの最初期のヘビメタルバンドは多くの監修を魅了した。 1960年代後期から1970年代の中頃にかけて、これらのバンドをはじめとした多くのメタルバンドがロックフェスティバルに参加した。ジューダス・プリーストはブルースの影響を捨て去ることでジャンルの流星に寄与した。以下はトラベリングメタル、フェスの未完成な一覧である。継続中のものと終了したものが含まれている。 ボツワナナミビア南アフリカインドインドネシアイスラエル日本レバノンマレーシアネバールパキスタンフィリピンスリランカオーストラリアニュージーランドオーストリアベルギーキプロスデンマークフィンランドフランスドイツギリシャアイスランドアイルランドイタリアマルタオランダノルウェイポーランドポルトガルスペインスウェーデンスイスイギリスアルメニアベラルーシボスニアヘルツェゴビナブルガリアクロアチアチェコエストニアハンガリーリトアニアモルドバルーマニアロシア 連邦セルビアスロバキアスロベニアトルコウクライナアラブ、主張国連邦カナダコスタリカメキシコアメリカ、合衆国アルゼンチンブラジルチリコロンビアエクアドル、プエルトリコ。ありがとうございます。